皆さんこんにちは。いつも高評価、コメント、チャンネル登録ありがとうございます。さて、本日のテーマは元気回復リーディングということで、頑張っているあなたへ、あなたの良いところを見ていきたいと思います。まず、あなたを取り巻く環境、そしてあなたの良いところ。で、さらにあなたが輝くことをそれぞれ見ていきたいと思います。選択肢のカードはこちら、クォンタムオラクルからもらいたいと思います。まずは A の選択肢。こちら。B の選択肢。C の選択肢。こちら。ということで、こちらから A、B、C でお選びいただきたいと思います。はい。それでは A の選択肢を選んでくださった皆様のリーディングを始めたいと思います。まず、あなたをね、取り巻く環境から見ていきたいと思います。ここからね、入ってくるのがね、A を選んでくれた方っていうのは、基本的には、別に、言葉数が少ないとか、話さないっていうわけではないんだけれども、本心、本音っていうのは、結構ギリギリまで、隠すっていう感じがするの。いっぱい、例えばね、友達がいたりとか、ね、お話はたくさんするんだけれども、じゃあその中で、自分の本当に思っていること、自分の本来の価値観とか、そういうものは基本的にはあまり話さないっていうところがあるのかなっていうのがね、ちょっと入ってくるのと、あともう一個はね、なぜ自分のその、本音というか本心とか、自分の本当のね、気持ちとかをあまり話さないのかっていうところに来ると思うんだけれども、やっぱりね、人から求められてることとか、そういう、相手が言ってほしいことを言ってあげようとする優しさとかね、どんなことが自分に求められていて、どんな発言をすればいいのかっていうことを、やっぱり、やってあげてるっていう感じがすごい入ってくるのね。だから、自分の本当の思ってることとかやりたいこととか、
考えっていうのは、まあ、二の次というかね、うん、後回しにして、まあ、まずは自分が求められていることとか、こう言ってほしいことっていうのを優先してるのかなっていう感じがね、すごい入ってくるのね。で、うん、あとね、まあ、ちょっと一部の人になるかもしれないんだけれども、そういうふうにして、まあ、自分の言いたいこととか、まあ、本音を我慢した結果、うんとね、ストレスが溜まると、本当にすぐね、体に影響が出るのかなって。自分がすごくストレスを感じた、もうその次の瞬間からもう頭が痛くなるとか、体が重くなってしまうとか、熱が出るとかね、お腹が痛くなる、胃が痛くなるみたいな感じで、結構そのストレスをガツンと感じた瞬間、結構本当に短時間で体にすごく影響が出ちゃう人がいるのかなっていうところ、もしくは、その、もう積もり積もったストレスが、本当にある日突然、体が動かなくなる、起きれなくなるみたいな風にして、体にね、出てきてしまうっていうこともあるんじゃないかなっていうところね。うん。でもね、なんかね、基本的にはね、絵を選んでくれた方っていうのは、なんだろうな、こう、冒険というか、探検というか、なんか新しいことをね、抵抗なく受け入れるし、逆にそれを楽しんじゃうみたいな。うん、こう、わからないからこそ、その楽しさがあるっていうものを、こう、できる人っていうのもね、入ってくるんだよね。だから、環境的には、結構ね、新しい環境とか、新しい人間関係とか、そういうのがね、こう、起こりやすいのかなっていうのもね、取り巻く環境としてあるのかなっていうところ。あとね、まあ、こことこことね、ここに絡んでくるのかな。さっきも言ったんだけど、やっぱりね、人の気持ちとか、人の願いとか、そういうものをね、ちょっと優先してあげようっていう風な優しさがね、先に働いてしまうから、自分自身の、ちょっとね、スピリチュアルな話になっちゃうんだけど、自分自身の人生の約束とか、目的とか課題っていうものがあるんだけれども、それを自分が取り組む前に、人のお手伝いをちょっとしちゃいがちなのね。でそうする、まあ、このリーダーシップにもかかってくるんだけど、そういう能力が高いからこそ、手伝ってあげれるっていう、そういう能力があるわけよ。人をこう分けてあげれるというかね、教えてあげられるというか、でそういうことがあるから、その、人の、約束とか、こう、課題とか、そういうもののお手伝いをしていく中で、例えばね、そう。さっき一生懸命やったのに、相手がね、感謝しないとかね、同じこと繰り返すとか、もしくはね、その失敗したのをね、私のせいにしてくるとかね、そういろんなことがあって、こう助けたのに、それがね、まあいい結果にならなかったっていうこともあるだろうし、それによってね、まあ、不本意な別れとかね、こう、悩みとかね、苦しみっていうのもあると思うの。ね。で、そうなんだけど、でも、このカードが逆に来てるってことは、そういうことが起こった後に必ずあなたにいいことが起こってるはずなの。それは、あなた自身が、その目に見えて気づくとか、じゃないことかもしれない。もしかしたら、あなたが感じていないうちにすごく魂の成長していたりとか、ものすごく経験値が上がるとかね、いつの間にかレベルアップしてる、ステージアップしてるっていうふうなことかもしれない。だけど、絶対にそういうトラブルとか、困難なことがあった後に、絶対にそれに見合う、もしくはそれ以上のエネルギーで、いいことがあなたに絶対返ってきてる、起こっているはずなのね。だから、そんなことないよって思う人は、ちょっとね、今一度ね、見返してほしいというか、その状況をね、良くなかったってなってるんだけど、でもその後に、何かしらいい出会いがあったりとか、自分にとってプラスになる環境になっていたりとか、もしくは自分自身の考え方が変わったりとかね、そういうことで絶対にこう、そのエネルギーが、こう、反発するみたいな、こう、跳ね返るような、猫がくしゃみしてるんだけど、そういうことがね、起こっ
ってるし、もし本当にないっていう人はこれから起こると思ってほしいのね。うん、本当に、まあ、これ、なんだっけな、儀式の、祭祀の、こう、女王っていうのかな。うん、こういうカードも来てるから、やっぱりね、そういうスピリチュアルな能力が高いっていうのもそうなのかもしれないんだけれども、やっぱりこう、人から信頼されて何かを任されるみたいなね。うん。そういう役目、役割があるってこともね、取り巻く環境においてあると思うの。だから、人から何かを頼まれやすい、任されやすいとかね。うん、すごく信頼してくれるとかね。うん、そういうことが起こりやすい人生っていうのかな。うん、大事なことを任されるとか。うんもっと、まあ、身近なことで言うと、なんか人には相談しにくいことを相談されるとかね。うん。あとは、聞いちゃいけないことをね、聞いてしまうとかね。ああ、それ聞きたくなかったなーっていうような、結構めんどくさいトラブルとか。うん。なんか、聞いたからには、こう、見過ごせないっていうようなね。なんかそういうこともね、あるのかもしれないのかなっていう感じでね。うん。だこう、取り巻く環境としては、やっぱりその、そうね、うん、自分がもともと持ってる能力も高いのもあって、やっぱり人からね、こう、任される、頼られるとか、望まれること、うん、例えばこれはね、仕事だけじゃなくって、例えば親子関係でもそうだと思うんだよね。なんかこう、長男だからとか、長女だからとか、一人っ子だからとか、うん、お兄さんだから、お姉さんだからとかね。そういう、こう、ものをね、背負わされたりとか、あと、なんだろうな、親の叶えられなかった夢を、まあちょっとその、代わりにね、叶えてみたいな風なものだったりとかね、あとはこう、親の見栄とか、そういうものによってあなたに過度な期待をかけていたりとかね、本当はあなたがしなくてもいいんだけど、それを望まれて、なんかやらなきゃいけなくなってやってしまってるとか、そういうことも含めてそうなのかなっていう感じがね、すごいね、入ってきますね。で、じゃあ、次はね、あなたのね、良いところを見ていきたいと思います。またくしゃみが。ああ、なるほどね。簡単に言うとあなたはね、火付け役なんだって。そうそう。すごい、なんだろうな。自信がないとか迷っているとか、なんか、そういう人の心に火をつけるっていう役目もあるし、あなたがそれをこう、なんだろうね。なんか、それをすることの、楽しさとか、有意義なことって、っていうのかな？なんかそういうね、相手に、それをやったら、どんなことが、こう、あるのかなっていう、そういうワクワク、あなた自身もそうなんだけど、こう、ワクワクする気持ちに火をつけてあげることができるのね、他の人に。で、なんだろう、他の、なんかね、それもそうだし、あなたが他の人を、こう、巻き込んで、動かしたりとか、なんか、こう、楽しい方向に引っ張ってったりとか、なんかそういうこともね、すごくいいところっていう風にして入ってきているのね。やっぱ特にね、やっぱ、その、人生に迷ってる人とか自信がない人とか、やればできるのにっていう人に対する、本当に、あと、背中一押しっていうことをやってあげられる人、すごくね、いいことだと思うんだよね。で、そう、人にやっぱね、ヒントとか、そういうものを与えてあげられる人で、こう、豊かさ。だから相手は結果的にね、金銭的に豊かになるってこともあるし、夢を叶えるってこともあるし、
なんかこう勇気を出して動いた結果、すごくね、こう満足感のある人生だったりとか、やってよかったって思えたりとか、そういうもののお手伝いをね、すごくしてあげることのできる人。で、あなた自身は、すごくね、愛があって、優しさに溢れていて、しかもね、ユーモアセンスがあって、すごくね、こう、なんだろうな、ムードメーカーだよね。でね、あなた自身がどう認識してるかわかんないんだけれども、とにかくね、量をこなす人なのね。それは仕事に当てはめると、すごくいっぱいの仕事を、こなすっていうこともそうなんだけど、人生においていっぱいトラブルとか問題とか、なんか、そういうものを、こなしていくというかね、そういうことも同時でね、言ってきているんだよね。すごくものすごく大きなものを、とか、たくさんのことをあなたがこなしていくっていう、そういうイメージ。で、あともう一個は、混乱しているとか、停滞しているとかね、あとちょっとずれてしまっていることとかをね、こう、軌道修正して、もう一回こうね、やるっていうのかな。そういう能力もあるから、そう、軌道修正して、もう一回ね、こう、波に乗せるというかね、そういうことをね、する人なんだろうね。でもね、それをね、こう、難なくというかね、楽しんでやる人なんだよね。なんか、大変であればあるほど燃えてくるみたいな。で、そのやった充実感。その、困難であればあるほど、それをね、解決した後の充実感が半端ないみたいな。だからそれを楽しんでるあなたが素敵みたいな感じ。なんか、そういういろんなことを、なんか一生懸命こう他の人にもねこう協力を仰ぎながらその人にとってもやりがいがあるようなねそういう形で物事を進めていってその結果あなたがねそれをねこうやってよかったとかなんかこう話聞いてあげてよかったとかなんか頑張ってよかったっていう充実感を得るみたいななんかそういうすごくいいね循環を持っていることすごくいいところだよっていう風に言ってきてくれてるんだよね。なんかやっぱり一時ね、そういう自分のこう情熱とか思いとかっていうのが、こう弱くなっちゃう時もあると思うんだけど、でも決してその火を絶やさないっていうのかな。どんなに辛くても大変でもやっぱりこう希望を捨てないというか、人をこう見捨てないというかね、人に対する希望を捨てないっていうのかな。どんなに悪い状況でも悪い人でも、なんかこう、いいところがあるんじゃないかっていうふうに探そうとする気持ちが素晴らしいよって、いいところだよっていうふうにね、なっていますね。で、次はあなたがね、輝くことを見ていきたいと思います。いや、なかなかね、深いことをね、言ってきていますね。楽しみね。なんていうのかな、すごい、すごく高度なことを言ってきているから、それを受け取るあなたはやっぱすごい、こう、スピリチュアルの能力が高いというか、魂の位が高いというか、それなりのものをね、こう、高いものを要求されてるんだろうなってことが入ってくるんだけど、これまで、一生懸命、例えば誰かのね、希望とか要望とかね、それに応えてきました。で、一生懸命ね、人の、こう、背中を押す、あと一押しをしてあげるとかね、
相手の夢とか希望を叶えてきました。うん。だけど、本当にあなたが輝くことっていうのは、そうね、相手から要求されたことを叶えることではなくって、その、自分が本当に安らげたり楽しいと思えたりとか、落ち着ける。うん。なんかそういうものをちゃんと作ることって、なんか入ってきているのね。なんかこう、人から呼ばれて、どんなに広くて素敵なお家に呼ばれて楽しく過ごしても、そこはあなたの落ち着ける場所じゃないよねってことなんだと思うんだよね。どんなに、なんかこう狭くても、うん、なんかこう、なんていうの、こう、いろんなものが揃っていなくても、あなたが本当にほっとね、落ち着ける、安心できる場所っていうものを、まあ、隠れ家的なね、うん、そういうものが必要だよねっていうことをそう言ってきてるの。これもそうなんだよね。なんかね、やっぱりね、頑張ってきたからこそ、一人で落ち着ける場所だったりとか、その自分が本当に、うん、気の許せる相手と静かに過ごすとか、なんかそういうことを一緒に入ってきているのね。で、そうなんだよ。なんか今までは人の夢とか、要望とか、そういうものを叶えてきたけど、これからはね、なんかそういうものは、こう一段落、一段落っていうのかな、うん、そういう感じで、相手のトラブルを一生懸命片付けてきたんだけど、それが落ち着いて、とか、あなたが線引きすることによって落ち着かせることができるんだよね。これセットなんだよね。あなたがもう、その、他人の要求とか要望に応えることを、セーブすることによって、トラブルが減って、トラブルに割く時間が減って、あなたが自分自身の本当に求める時間、空間を過ごす。本当に求める人と一緒に静かに過ごすみたいな。うん、で、そういうことが起きること、が、まず、まあ、いくその輝くことの一個の条件であるのと同時に、やっぱりあなたがすごくね、こう、人としてのすごく魅力があるっていうことと、なんかね、一旦なんだけど、経済的に自立することっていうのもちょっと入ってきてるの、今なんか。そう、あなたが経済的に自立することによって、あなたが本当にやりたかったこと、したかったことできるよねって言ってきてるんだよね。で、なんか、そうやってあなたが自立すること、例えば経済的に豊かになること、それによってあなたがまた違う視点で人を助けていくっていう風に入ってきてるの。で、本当はそれがあなたが一番輝くことだよっていう風に言ってきているのね。なんか、多分なんだけど、人から求められたことをこなす、やるっていうことはあなたが望んでいることではなくって、あなたがその自立したとか経済的に豊かになって、本当に落ち着けるというか、自分の場所を作って、そこで初めてあなたが助けてあげたいとかやってあげたいって思ったことをやるのがあなたが本来輝くことなんだよっていうふうにね、言ってきてる。だからすごく結構難しいというか、まあ、高度なメッセージというかね。だっていいじゃんって、こう、助けてあげればいいじゃんってすごい思うし、今までもそうやってやってきたしって思うんだけど、そうじゃないと、なんか人から望まれてやることじゃなくって、あなたが自分の夢、希望を叶えてから、その成功とか、ゆとりとか、経済的なね、豊かさとか、心の豊かさも含めて、そのことを経てから、やってからのあなたの、やってあげたい、してあげたいっていうことは本当の輝くことになるんだよって。だから、人の夢を叶えることじゃなくって、まず自分の夢を叶えること。自分が成功すること。それをしてからの慈善活動なんだよねっていうふうなことをね、言ってきてるんだよね。で、それがあなたのその、まあ、なんだろうな、老後の楽しみって言ったら変なんだけど、なんかそういうことでもあるよねっていう。だからね、それがあなたがこれから、なんだろう、楽しく人生を過ごしていく上の、まあ、ポイントというか、
そういうことなんじゃないのっていうふうに言ってきているんだよね。で、ほんとね。今、キーカード行くんだけど、これ、まあ、行ったり来たりっていうカードなんだけれども、これそうだね。やっぱりね、絵を選んでくれた人って、人とは違う次元ですごい悩みが多いの。で、その悩みっていうのが、実は、自信がなかったりとか、確信が持てなかったり、不安に思うことって、多分それはあなたにしかこう、感じない悩みというか、そういうものだと思うんだけれども、こう、いまいちね、こう、例えば人間関係で言うと、本当に、縁切っていいのかな、どうしようかな、後悔しないかな、悪い人って思われないかなって、こう、揺さぶられる。で、仕事も、本当に辞めていいのかな、どうしようかな、とか、あるし、本当に自分はこれを続けていけるのかなとか、稼いでいけるのかなっていうふうに、こう、確信がないこと。それによって不安になってしまう。で、動けなくなってしまう。で、やる気はあるんだけど、やっぱりちょっとためらってしまったりとか、そういうこう、行ったり来たり、できると思ったりできないと思ったりとか、やれると思ったりやれないって思ったりとか、そういう、まあ、でね、これって、結局は、やるエネルギーとやんないエネルギーって同一だし、結局同じなのね。で、同じエネルギーを費やすのであれば、やる方、やれる方、で、その、そっちの方にエネルギーを注ぐ方が、エネルギーの無駄遣いじゃないよねっていう感じでも入ってきているのね。例えば、こう、ね、進んでも、こう、引き返しても、同じエネルギーを使うのであれば進んでみようよっていう感じなんだと思うんだよね。今この地点があって、まあ簡単に言うとね、こう前に進むのにもカロリー使えますって。後ろに戻るにも、カロリーを使えますって。同じカロリー使うんだったらちょっと前に進んでやってみようよっていうようなメッセージがすごい入ってきているから、今、ちょっと自信がないなとか、どうしようかなって、後悔しないかなとかって、いろんなこと悩んでいたりとかね、考えている人は、とりあえず自分の本当にやりたいこと、進みたいことに、こうやってみる、進んでみる。そして、例えば本当は自分が切りたい人間関係とか、やめたいことがあったら、それを勇気出して、まあ、切るのには罪悪感があるならば、まあ、距離を置くとか、今すぐ辞めるのは申し訳ないなと思うのであれば、例えば1年後とか、まあ、もう少し長い目で見てね、2年後とかっていうふうに、期限を決めたりとかして、自分なりに前に進むようなエネルギーの使い方をするっていうのは、結構今ね、大事なんじゃないかなっていうふうにね、まあちょっとキーカードからメッセージが入ってきています。ということでね、絵を選んでくれた人は、まあトータル的に、高次元からも、まあ、人間からもって言ったら変なんだけど、今生きている世界のね、人たちからも、基本、すごくね、要望、こうしてほしい、ああしてほしい、こう言ってほしい、なんか、そういうような要望すごく多いと思う。で、いつもそれに応えてきたと。応えてる自分がいると。で、それはやっぱりいいことだし、自分も、まあ、満足することもある。で、時にはそれがトラブルになったりとかね、こう、なんだろうな、恩をあで返されたりとかね。そういうこともあるかもしれない。でも、本当のあなたの輝くところ、ことっていうのは、まずは自分の夢を叶えること、自分のやりたいことをやること、自分の心の、こう、守る場所を作ること。そういう、自分がそう、人からの、そういうところから離れて静かに過ごせる人、本当に少人数、もしくは一対一でね、こう、ゆっくり、過ごす時間を大事にすること。で、その中で自分の夢を叶える、やりたいことをやる。そして、まあ、金銭的でもいいし、精神的でもいいんだけど、自立すること。で、自立した上で、あなたが本当にやってあげたいな、してあげたいなって思うことをすることが、本来のあなたの輝くこと、楽しい、人生を楽しむっていうことをできるっていうことなんじゃないかなっていうのが、ちょっとこちらのカードたちからはね、来ています。ということで、A のね、選択肢を選んでくださった皆様のリーディングを終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。
はい、それでは B の選択肢を選んでくださった皆様のリーディングを始めたいと思います。まずね、あなたを取り巻く環境から見ていきたいと思います。いやーね、これね、B をね、選んでくれた人の、これまでの人生の、なんだろう、大変さというかね、難しさっていうものが、まず入ってくるんだけれども、なんかね、やっぱね、ちょっとね、ストーリーとしてすごく完結しているのね。で、まず最初に、話すのが、B を選んでくれた方っていうのは、ちょっとね、いろいろ状況とか環境があると思うんだけれども、まあ、結構多めなのが、やっぱりね、こう、親とか、家族、その自分の兄弟とかね、家族とか、まあ、おじいちゃんおばあちゃんとか、なんかそういう、自分の近しい人の価値観によって、なんかね、あなたはできないとか、ダメだとかね、なんか、すごくその、自尊心をこう傷つけられたりとか、あと自己肯定感を低くしてしまうような、なんかそういうようなこう押し付けというかね、そういうのがあったのかなっていうのがすごい入ってくるのね。本来あなたはもっとできるし、やれるし、逆に言うとやんなくても全然いいしって、あなたの良さは変わらないしってとこなんだけど、でも、なんかそういう、あなたがやる気になるような、希望を持つような、なんかそういうことをくじかれるような、なんかそういうことが過去にあったのかなっていうのがね、すごい入ってくるのね。もしかしたら、例えばそれが幼少期とか、まあ、思春期とかっていうこともあるだろうし、学校内のことかもしれないけど、例えばその仲良かった友達とかね、なんかこう先輩とか、そういう関係性において、あなたはできないとかね、やんない方がいいとかダメだとか、そうそう、そういう、あなたがこう、やる気になるような、希望を持つようなことを、まあ、阻止したとか、阻害されてきたっていうのがあるのかもしれないのね。で、でね、あとね、もう一個、ちょっとこっちに絡んでくるんだけど、多分ね、男性、あなたから見て男性なんだけれども、この人のすごく悪いエネルギーの影響をすごい受けているのね。例えばこの人が自分のお父さんかもしれないし、先生かもしれないし、兄弟かもしれないし、例えば付き合った人かもしれないんだけれども、なんかそういう存在で、例えばこの人自体が、例えば、事業に失敗しているとか、転職を何回かしているとか、あと、例えば離婚したとか、なんかそういうこの人にとってすごくエネルギーが削ぐ出来事があって、でそのこの人のそういう悪い影響をすごく受けやすいというか、受けてきたり受けやすいっていうことを言ってきてるのね。だから今例えばね、自分のお父さんと仲いいよっていう人もいると思うし、だけどもしかするとこれから出会う上司とかパートナーとかね、そういう人は一時あなたにとって悪い影響、エネルギーをちょっとね、こう巻き込まれるというかね、巻き添いに合う可能性はあるのかなって、環境としてはね。なんだけど、なんかね、それって、純粋さが来てるのね。で、これ真相を探りましょうっていうのと、あと、まあ、これは、イーグルの王様、なんだけど、まあ、広いね、視野で見て、真相を探るっていう風に来てるのね。で、それって、ここで言うと、さっきストーリーって言ったんだけれども、あなたが最初に、まあ、植え付けられた、押し付けられた、価値観っていうのかな、自分に対する低さっていうものの、あなたにとってはさ、その、
心にしまい込んでいるものになっているのね。でも、あなたがそれを自分で取り出して、ここは自分にとってマイナスじゃない。痛くない。できないことはないっていう風な、すり替えというか、すり直しというかね、うん。価値観のすり直しをするまで、繰り返し、まあ、試練というか、きっかけ、それを考えるきっかけっていうのが繰り返し繰り返し来るよっていうことをそう言ってきているのね。うん。だからあなたは、その、ここで、あなたのその純粋さが汚れているとかね、汚れたわけじゃないと。あなたは本当に気高くね、賢く美しいままでこれまで来ていると。だからこそ、自分の奥底の気持ちを大事にして、自分自身が自分、俯瞰してみた時に自分がそういう人間じゃないってことに気づくはずなんだよね。なんか誰かからこうそういう風にね教え込まれたりとか押し付けられたりしてそうなのかなって思ってたかもしれないけど、そうじゃないと。あなたはもっとできるしやっていいしって、うん、もっと自分のこと認めていいよって。でもできないからといって別に恥ずかしいことは何もないし、うん、なんかそれこうできなかったからダメだっていう価値観も違うよねってことなのよね、結局ね。うん、だって人には向き不向きがあるし、得て増えてなんかそんなのがあるし、あの得意不得意ねものがあるし、別に他の人ができてあなたができてないからといってあなたの方がね価値がないとか低いとかそういうことは全くないから、そういうような価値観がもしあるならば、それに縛られているのであれば、自分がそれを自分の中から取り出して、うん、そうじゃないっていう風なものを、あの、そこに切り替えて戻すみたいな、そういうことをしたら、もう、なんていうかな、そこが切り離して、あなたの人生がね、すごくね、良くなっていくって、うん、本当に自由に、ね、この鳥のようにね、わしかな。これわしだね。わしのようにね、すごくね、こう、強く羽ばたいていける。好きなところに行ける。自分の好きなタイミングで羽ばたいて、好きなタイミングで着地をしてっていう風に、強いんだっていうことね。それをすごくね、こう、取り巻く環境の中であなたが取り戻していくみたいな、そういうストーリーがね、すごくね、入ってきているのね。うん。で、次に、あなたのいいところをね、見ていきましょう。そう。なんかね、そういう環境にいたのに、てか、いたからこそかもしれないけど、すごくね、あなたはね、なんていうのかな。大事にするっていうことがまずメインに入ってきてるんだけど、何を大事にしてるかっていうと、本当にね、例えば、まあ、ピンポイントでね、お母さんを大事に思ってるとか、お父さんを大事に思ってるってこともあるかもしれないし、うん、おばあちゃん大事に思ってるとかね。うん、おじいちゃん大好きとかっていうのもあるかもしれないし、なんかね、すごくね、自分にとって特別な思い出とか、思い入れがある人がいて、その人とのこととか、その思い出とかをすごく大事にしているのね。それすごくね、純粋さ、さっきも言ったけど、うん、純粋な部分としてすごくいいところだよっていうふうに言ってきているのね。で、なんかね、うん、経験から学ぶし、情熱ね、いいニュースっていうか、いい報告とかね、うん、そういうのがすごい入ってくるって言ってきているのね。で、これって、なんかね、まず、いいところとして言ってきてくれてるのが、あなたはすごくね、なんだろう、献身的というか、慈愛に満ちているというか、結構人に尽くすっていうところがね、来ているの。で、今まではそれでよかったよって言ってきてくれてるのね。でも、これから先、ちょっと今までと同じように、人に献身的に尽くしていたりとか、譲ってばかりいると、ちょっとずつ、なんだろうね、その虚しさとか、こう、帰ってこない、バランスが悪いわけね。あなたがやった分だけのものをあなたが受け取っていないから、
少しずつあなたが疲れてきてしまうのね。うん、で、なんか、すごく、なんだろうな、あなたには、洞察力とか、人を見る目とかね、うん、そう直感っていうのかな、それすごい優れてるんだって。うん、それはあなたがそういう、気高さとか純粋さとか、魂の清らかさ、うん、高さが繋がっているんだけれども、うん、なんか、それを、こうもっと磨いてほしいよって、うん、願いの糸ってきてるんだけど、やっぱりね、こう、自分がもっとこう、そういう、この世の中の、すごい、こまこましたことの、一個一個をやるっていうことよりも、うん、もっと、さっきも言ったけど、広い視野で、高い視点から見たときに、自分が本当は何をしたいのか、何をしなきゃいけないのかっていうことを、もうね、経験からあなたも十分学んでるから、今度それを活かす番なんじゃないかなっていう風に来てるのね。で、そうするとすごくね、いい知らせが入ってくるって。うん、だから、なんかもっとあなたが、うん、自分に自信を持って、自分のやりたいこととか思ってることを、こう、なんていうの、仲間を増やしていくっていうイメージかな。なんかもっと共感してくれる人を増やしていって、で、その共感の中で自分の自己肯定感を高めたりとか、やりたいことを突き詰めていって、ね、この情熱ね、うん、私はこれがやりたいんだって、こう思ってるんだ、こうしたいんだっていうのを、やればもっともっと良くなるよっていうふうに言ってきてくれているのね。だから、あなたが自分の気持ちを取り戻して、それに、その情熱がね、情熱の火がついたら、なんかこう、周りの人にもね、すごくいい影響を与えながら、うん、すごくね、素晴らしい、こう、経験を、これから積んでいけるんじゃないかっていうことを言ってきているし、多分、うん、なんだろう、本来は選ばれた人なんだよね。うん、ここもそうだけど、本来は選ばれた人だから、これまでの経験を、知識とか、ね、知恵に切り替えて、で、それを自分の、ベースとして、情熱をプラスにしてね、うん。なんかもっと自分の願いを叶えるために、そう、やっぱね、ここもここもね、このカードもそうなのよ。うん。こう、神聖な世界とか、イニシエーションと、まあ、純粋さ来てるから、やっぱね、こう、精神性が高い、うん。そういう、他の人にはない、感覚っていうものを持っているからこそ、それをもっと活かしてほしいっていうようなところのメッセージもすごく入ってきているのね。うん。なんだろう、これ多分なんだけど、ここでもそうなんだけど、ビーム選んでくれた人って、例えば信心深いとか、目に見えないものをすごく信じる。だから、まあ、幽霊を信じたりとか、それで言うと、ね、神様とか信じる。で、ご先祖様の存在も信じている。うん。で、やっぱ、見えないからといって悪いことをしてはいけないって、そういう道徳とか倫理。それも元々言えば、ね、こう、神様の存在とか仏様の存在がいて、悪いことはしてはいけないよっていうね、自分の良心に恥じることをしてはいけないと。で、そういうような倫理観とかね。うん。そういうものをすごく大事にしているからこその、あなたのその良さっていうのかな。うん。なんかこう、誰に褒められるわけでもなく、頑張るところとか、うん、こう、お年寄りを大事にしたりとかね、小さい子を守ろうとしたりとかね、なんかそういう自分よりも弱いものを守ってあげたいとか、そういうこう、すごく純粋で、気高いそういう思いやり、優しさをすごく持ってるとこ、すごくいいところだよって、うん、言ってきてくれてるから、だから気をつけてほしいのは、今度それが、こう自分にとって、こう寂しかったり虚しくなったりとか、うん、そういうものを感じないような風にしていくためにはあなたが、うん、自分の経験を生かしてその経験をもとに、うん、こう理解者仲間を増やしていってみんなで成功する、うん、その情熱をあなたは持っているからみんなで成功しようよっていうようなものをあなたがこう引っ張っていくっていうことを、もうすごくね、今やってる人もいるかもしれないし、これからやるっていう人もいると思うんだけど、すごくそこね、あなたの良いところとしてあるので、ぜひね、ちょっとね、自分の中の情熱、
何に傾けることができるのかっていうことをね、まあね、考えてもらいたいし、今すごくやる気がある人はそれに向かって、うん、合ってるからどんどんやってってほしいなっていうところね、うん、で次にあなたがね輝くことっていうのを見ていきたいと思います。あれかな、やっぱこうちょっと達観しちゃってるというか、出る杭は打たれるから出ない方がいいとか、目立つと妬まれたり嫉妬されたりするから目立たない方がいいとか、そういう思いがちょっと奥底にあるのかなっていうのも入ってきているし、そういう気持ちがこうブレーキをかけているっていう、感じがするんだよね。でもね、正しい選択とか正しい決断とかね、来てるから、まあ、判断、正しい決断、判断、両方とも同じようなこと言ってきて、遊び、あ、終わりました。あとね、もうね、C を選んでくれた人の輝くことって、まず楽しんでくれって、こうすごい言ってくるね。強かった。すごい強かったね。うん、もうね、遊び心楽しんでくれって、もうね、例えばね、もう、ご飯を食べるっていうことすら楽しんでほしいと。もっと、こう、ワクワクするようなご飯の食べ方。まあ、小食の人がいるかもしれないけど、例えば、バイキングに行くとか、まあ、ちょっとお高めとかでもいいしね。あと、食べたことないものを食べに行くとか、なんか、ご飯を食べることにも遊び心というかワクワクを組み込むとか、何をするにも楽しもうとする気持ち、なんかね、そういうあなたが楽しむことがあなたが輝くことだよっていうことがすごく入ってきているの。やっぱりね、こっちのね、やっぱりこうあなたはできないよとか、自分はできないんだみたいな、そういうようなこう思い込み、刷り込みっていうものと、それがもうここにもすごい出てきちゃってるのね。なんかこう、遊んじゃいけないんだ。こう、跳ねちゃいけないんだ、みたいな、うん。で、自分はこう、何かにこう、囚われてしまっているんだ、みたいなね、うん。で、自分の思いっていうのは、もう胸に秘めなきゃいけないんだなって、言っちゃいけないんだ、やっちゃいけないんだ、みたいなのがすごい入ってくるんだけど、でも、もともとあなたはすごくね、情熱家というか、実はすごい熱い心の持ち主なの、本当は、すごくね。で、今はそれが火がついていないだけであって、そこに火がつけばすごく情熱的になれる人なの。だから、ある意味ね、タガが外れるというかね、そういう枷が取れたら、すんごい情熱的な人なんだよね。信じらんないっていうくらい。もしかすると、お酒飲んだら結構陽気になったりとか、まあ、すごくこう、明るくとかおしゃべりとか、はめ外したりとかね。そういう人もいるかもしれないね。だから、そういう意味であなたがなんかこう、迷っているとか、こうできないとか、進めないみたいな感じもすごい入ってくるんだけれども、でも、なんかね、あなただったらいつでも、ね、正しい判断をするし、正しいその方向に向かっていくよって来ているのね。でね、これなんだけど、やっぱね、自分自身のために、そう、こことここね、この3枚で、そう、なんかね、自分自身のために立ち上がる、戦うっていうことを、まずすることっていう風に入ってきてるの。そっからだよって、こう、人の尺度とか、押し付け、で判断しないで、あなたの尺度で、あなたの感覚で決めていいよって、だからこう大事にしまい込んだものを今後はね解放していく、それがあなたにとって遊び、本当はあなたはもっとね楽しみたいし遊びたいんだよね、その遊ぶっていう心、その心の中でね、
ていうものがあなたにとってすごく輝くことになりますっていうことをね、言ってきているんだよね。だから、本当に、例えばね、本当に、なんだろうな、まあなかなかね、急にね、そんな人が変わったようにね、こう楽しむとか羽目を外すってことできないから、まあ今ね、こういう SNS の時代だから、自分でね、まあ、サブアカとか、うん、裏アカっていうのを作って、そっちですごく自分の言いたいことをやりたいことを素直にやる。なんかこう、こういうものを食べに行ったとか、あとはそういうチャレンジすることとかね。なんかこう、食べ物で遊んじゃいけないんだけれども、でも冒険はしていいと思うの。自分がこれとこれが好きで、じゃあこれとこれを組み合わせてこういう料理作って食べてみたらすっごい美味しかったみたいなことでもいいし、なんか、例えばね、モノマネとかね、自分でね、まあ似てないけどとか似てるけど自信があったりとか、そういうことをちょっとやってみて、自分だけでこう、面白いとかね、あと自分がすごく面白かったことを発信するとかね、で、自分がすごくこう、ツボに入るとか面白いと思うことを発信していくと、私もそれ面白いとか言ってくれる人がいて、そこでね、こう、笑いの共通点、ツボが同じ人が見つかって、なんかネットの世界だけど、すごく気が合う人とか、なんかその時間が楽しいっていうふうに思えたりとか、そういうこともね、あると思うんだよね。だから、あなたが輝くことっていうのは、とにかく楽しむこと、遊ぶこと、そこに、やっぱり、なんだろうな、こう、ダメだとか、良くないとか、恥ずかしいとか、いけないとか、そういうこと思わないで、なんか、本当にね、子供に帰ったぐらい、無邪気に、なんか遊んでほしいな、楽しんでほしいなっていうところがね、そこに、ね、メッセージとしてね、入ってきています。で、キーカードいくんだけれども、これ変容ね。やっぱね、ちょっとね、変わる時期かなっていうのが入ってくるね。なんか、それがね、たとえね、自分の習慣、癖とか、そういうマインドだったかもしれないけども、でも絶対にあなたの奥底には、すごい熱いパッション、情熱、思いがあるのね。なんかそれに従ってほしいなっていうところがすごいね、入ってきているから、なんかもっと自分を解放して、なんかもうできるできない、できないからダメだとか、そういうんじゃないってもう、できないんじゃなくて私はやらないんだって。私が選んでやってないから、私がダメだとかそうじゃないっていう風に自分がまず自分のために自分を守るみたいな。なんか、あるじゃない。これとこれとこれができてないと一人前じゃないよね、みたいなことがあるとしたら、別にそれをしないからといって半人前だとは限らないから、あなたが思うこれとこれはね、大事なことかもしれないけど、でも私にとっては大事じゃないから、その価値観が違うって話だよねっていうね。そういう、こう、自分を下げることとか、ね、貶めることとか、そういうことを言ってくる人と距離を置くべきだし、そういう考えからも決別するっていうかね、離れるっていうことが大事だと思う。今本当に自分が変わるいいタイミングなんじゃないかなって思いますね。だから、まあ、自分自身でさっきも言ったけど、今すぐ変わるとか、ね、本名で変わるのが難しいとなれば、さっきも言ったみたく、ね、そういう、ハンドルネームじゃないけど、もう一つの自分の表現できる場所とか人格を作って、まあ、そこで自分の本当のことを話したり、楽しむってことをしてもいいしね。とにかく、今あなたにとって大事なのは、自分の中の情熱や、楽しもうとする心、無邪気に遊ぶこと、ここにも純粋さが来てるからね、やっぱりね、あなたの中の楽しむ心、遊び心っていうのをどんどん取り入れて人生をね、楽しんでほしいなっていうふうに思います。ということで、ね、B の選択肢をね、選んでくださった皆様のリーディングを終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。はい、それでは C の選択肢を選んでくださった皆様のリーディングを始めたいと思います。まず、あなたを取り巻く環境から見ていきたいと思います。
C を選んでくれた方っていうのは、どうだろうね。なんかこう、小さい時からかもしれないし、大人になってからかもしれないんだけれども、基本ね、自分で決めて、自分で動くみたいなものがすごい入ってくるのね。で、これって、まず、ちょっとね、他の人と価値観が違うっていうことがまず一個ある。それは、なんていうのかな、他の人が、多数決とかね、言うのであれば、大多数がそうだと思うことであっても、あなたはその視点から見ないで、いや、そこを、そもそも議論するのは違うんじゃないかみたいな、そもそもから違う気がするっていうところだったりとか、なんかね、そういうのがすごい入ってくるのね。で、一般的に大事にされているもの、大事にしているものは、実はあなたはそんなに価値を感じなくって、他の人が、そういう過小評価してたりとか、ないがしろにしてたりとか、おざなりだっけ？そういうふうにしているものに対して、本当はそこに価値があるんじゃないかっていうようなね、視点を持ったりとか、そういう感覚でいるのかなっていうのはね、すごい入ってくるのね。で、そうね、もともとそのリーダーのカード着てるんだけど、これね、自分発信のリーダーなのね。なんかこう、人に言われて頼まれてリーダーやるんじゃなくって、自分がリーダーとして、こう、何をどう動かなきゃいけないのか、なんかそういう自分が計画をこう立てて、目標を持ってっていう風な動き方をするリーダーの、カードなんだけれども、ここにビジョンが来てるのね。でね、このカードは結構失望とか幻滅、逆位置。できてるんだけど、これってやっぱり、さっきも言ったように、あなたの中の価値観とか正しさっていうものと、やっぱり合わない人がいて、それが例えば自分の、近しい人かもしれないし、上司とかね、そういう人かもしれない。だから、人生において節目節目で、絶対に幻滅したりとか、こう、失望したりする瞬間があるのね。で、でも、その先にあなたは新しいことを始めるって来てるから、あなたがまず何かをやります。で、そこで、明確にやるべきことをやらなきゃいけないっていうことをやり抜いて、で、その中で、例えば、こうした方がいいんじゃないか、ああした方がいいんじゃないかっていう、改善策を言ってとか、改善点を見つけてっていうことをやっても、思うように動いてくれない上司がね、とか、そういう仲間内にそれが伝わらない。あなたはこういうことにリスクを感じているけども、仲間には伝わらなくって、なんか、え、なんていうの、その、すごいネガティブなことばっかり言うって言ってきたりとか、なんか、なんだっけ。言葉が出てこないんだけど、要はそのね、不安ばっか、思っちゃって、臆病だみたいなね。なんかそういうことを言ってきたりとかね。そういうことがあるかもしれないし。だから、あなた自身が相手に対して失望する、絶望する。そういうことがね。すごいあると思う。でも、その後に、すごくあなたがまた新しく、職場を変えたり、人間関係を変えたり、気持ちを切り替えたりして、動いていく中で、やっぱりあなた自身が、こう実らすものっていうのはすごく増えていくんだよね。あなたが絶望、失望するほどあなたの人生の中で確かな実りがね、すごくできていくっていう流れになっているんだよね。だから、あなたが辞めるとき、諦めるとき、止まるとき、別れるときっていうのは、基本自分が主体的に考えて、自分から行動しているっていう感じがすごいする。だから、こう、クビになるとか辞めさせられるっていうよりも、私が見切りをつけて辞めるとか、私が見切りをつけて離れるみたいな、そういう感覚なのかなっていうところかな。そう。難しいんだよね。やっぱりこの多数決のデメリット。正しさとは違うところに、例えば表面だけしか見なくって、本当はそれ正しくないんだけど、
正しい方に流されていっちゃって、正しいんだと思い込んじゃう大多数が。だけど、そうじゃないよねって気づく人は気づく。だけど、その人たちが少数派なゆえに、異端、うん。変な人扱いされるみたいなね。うん。そういうこともね、起きてるんじゃないかなっていうことね。うん。でも、やっぱね、立ち上がるし、基本的にはもうこう諦めないというか、基本的には粘り強いんだよ。粘り強いんだけど、でも、見切りをつけた時には行動が早いっていうかね、うん、そうなんじゃないかなっていう感じ。頭がいいんだと思うんだよね。賢いんだと思う。だから、普通の人には理解できない考え方、思考回路なのかもしれないし、他の人とは違う視点で物事を見て、うん、それがなかなか伝わりづらいっていうのもあるのかもしれないね。うん、で、あなたのいいところを見ていきたいと思います。うん、やっぱそうだ。なんかね、人が気づかないところに気づくって、目が行くっていうのもそうだし、やっぱりね、人のね、苦しみとか辛さ、そこにすごくね、やっぱりこう気づいてあげられる。うん。そういうところすごくいいところだし、人に対してもパートナーとか、その、自分が心を許す人っていうかね、うん、そういう人に対して、やっぱり、本当に物質的な、その、目に見える物質的な豊かさって測らないっていうとこすごくいいとこだよって言ってくれてるね。うん、例えば、結婚相手を選ぶときに、例えば相手の学歴とか、年収とか、そういう、まあ、もので決めるのではなくて、その人の性格とか、自分との相性とか価値観とかね、うん、自分にとって大事なことで相手をね、見定めるというかね、見てあげることができるっていうのもすごくいいところ。ね、楽観的だと、あと、うん、豊かさの減る、え、豊かさのヒー、これヒーラーだね。ヒーラーだから、うん、あ、変える。なるほどね。あのね、すごいね、B、あ、じゃ C を選んでくれた方っていうのは、基本、あのね、自分で何でもできるっていう器用さと、やっぱ頭の良さがあるんだって。で、生まれ持ったその、才能とか、生まれ持ったその、そもそものクオリティの高さっていうのかな、そういう意識思っているからこそ、やっぱりちょっと他と合わないっていう部分あるかもしれないけど、なんかそれによって、やっぱりね、周りをすごくね、いい風に変えていくっていうところが、こう、セットで入ってきているのね。それっていうのはね、あなたが、そう、人の痛みとか弱いところとか、そこを、ほぐしてあげるんだよね。ほぐしてあげて、そうじゃない、この人がマイナスとか不安に思っている別視点で、こんないいことがあるよとか、こんないいところがあるよって、こういうメリットもあるよみたいな風な、ことを言ってあげたり、やってあげたりするから、周りの人がすごくいい風に変わっていくっていうこと、そういうことあなたは、こう、ヒーラーとしてやっているよってことをすごくね、言ってきてくれているのね。で、だから、カウンセリングっていうことだけじゃなくって、人からの話を聞くっていうことで言うと、例えば、お客様相談の仕事だったりとか、あとマッサージとか癒す、あとメイクとか、ネイルとか、髪の毛とか、なんかそういうふうに、こう、傷んだとか、こう、補修するものとか、そういうものを整えるっていう意味で、相手の気持ちをね、テンションを上げたりとか、なんかこう、修復するっていうようなことをしているのであれば、それもすごくいいところとして、適職だよねっていうふうに言ってきてくれています。だから、こう、人の弱っている時とか悩んでいる時に話を聞いてあげるとか、そういうことをしている仕事だったりとか、いや、例えばさ、サポートセンターもそうだよね。なんか困っている人がいて、それをこう、解きほぐしてあげる。何に、こう、つまずいているんだろう。何がわかんないんだろう。みたいなね。そういうのを紐解くのがもともと賢い、人だから、すぐにこう、
分かってあげるとか寄り添ってあげることができて、他の人よりもいち早く問題を解決できるみたいな、状況をいい方に変えていくっていう才能がある。で、そういうことを実践している。すごくいいところだよっていうふうに言ってくれてますね。で、続いては、あなたがね、輝くことを見ていきたいと思います。寛容な心、コミュニケーション、やっぱそうだ。このいいところを生かしていけば、あなたがすごい輝くってことそのまんま、言ってきている。そうそう、本当にね、あなたはその相手が欲しいものをあげることができるんだよね。欲しい言葉とかして欲しいことを本当にスッと差し出すことができる。本当それはね、才能だと思うんだよね。で、人のそういう弱ってる部分とか闇の部分っていうのかな、傷んでるとか苦しんでるとか、ネガティブな部分とかね、そういうことをあなたはこう受け止めてあげるっていうことがすごくできる人なの。だから、そういう中でコミュニケーションを取るっていうことがすごくあなたにとって輝くことなんだよね。だからこう、例えばなんだけど、あなたが会社を起こしてそういう、サロンとかね、そういうのをやってみてもいいと思うし、なんかあなたがそれをまあやってで、その技術とか考え方とか、そういうマニュアルみたいなものを引き継いでいくみたいな、そういうことをしていく、受け継がせていくっていうのもすごく向いてるから、あなたのそのノウハウをね、なんかこう誰かに譲るみたいな、売るとかね、そういうことも輝くこととしてあるから、何か一個確立させて、それをこう、あなたの、仕事としてね、それを売ることが仕事っていうのもあるのかもしれないね。そうなんだよ。やっぱね、そのね、いい時は悪い時、メリットデメリットっていう、その、なんかその中間をあなたはいつも保っているんだよね。あなた自身も嫌なことあるし、辛いことあるし、落ち込むこともあるんだけど、でも、その反対側にいいこと、楽しいこと、嬉しいことがあるのを知っているからこそ、こう、すぐにこう、どっちにでも行けるようにここにいるようなイメージ。もちろんこうなる。でも、ここからここに行くの大変だから、なるべくこっちに戻そうみたいな、中間にね、中間地点にね。だから、そういう、いい部分もわかるし、悪い部分もわかるしっていうね。で、人のいい面もわかるし、悪い面もわかるって。悪い面もわかっていながらも、あなたは中立な目で見てあげるっていうことができるのね。そこはね、すごくこう、なんだろうな。相手を必要以上に傷つけずに、落ち込ませずに、その本質と向き合わせて、前向きにさせるっていう意味で言うと、本当にそれがあなたの、天職というか適職というか、そういう才能があるから役割っていうのかな。すごくそれがね、輝くんだと思うんだよね。で、もちろんね、キーカードはこちらね、コミットメント、約束ってきてるんだけど、やっぱりこれからね、あなたはね、やっぱりね、なんかね、契約事をする。パートナーと出会うってこともそうなのかもしれないけれども、やっぱ何か仕事として何か始めるとか、あと逆に、自分がその、経営者側になった時に、そのお客さんに契約書を書いてもらうみたいなね、そういうことが起きてくるとかね。そういった意味でも、何かこう、契約を結んでいくとか、約束をしていくっていう感じがするんだよね。でもそれは素晴らしい、こう、いい意味でのパートナーシップだったりとか、お互いにとっていいことになるから、まあ、なんていうのかな。こういうことをするときって、やっぱりこう、気をつけなきゃいけないこともいっぱいあるんだけど、逆にちゃんとした契約を結ぶことによって自分が守られるってこともあるからこそ、口約束とか、なんかそういうことではなくって、ちゃんと書面に残すとか、約束ごとをきちんと作り込む、作り上げるっていうものも、
なんかやってみるのもいいんじゃないかなっていうところ。で、まあ全然そういうね、自分がね、経営者になるとか、まあそういうサロンをやるとか、全く興味がないと、やる気もないという人がもしいるのであれば、これから先あなたにとって、まあパートナーにしろ、親、兄弟関係、例えばまあ相続とかね、そういうことを何か決めるときにも、ちゃんと契約書を読んで、自分でちゃんと調べて、不備がないように、自分にとって不利にならないように、しっかり読み込んで契約するといいですよっていうことかもしれないしね。で、やっぱり、でもね、やっぱり、ね、自分で決めて、自分で考えて自分で決めて自分でやるってことが向いてるから、やっぱりね、人に雇われてっていうことよりは、自分がこう、個人事業主とかフリーランスとか、そういうのをやるのが向いてるんじゃないかなっていうのはね、ちょっとやっぱ入ってくるし、自分でやるのはやっぱりちょっと怖いしね、不安だっていう人は、その会社との個人的なこう契約を結ぶことによって、同じことをやってるんだけど、会社員じゃなくってフリーランスとして契約してほしいとかね、そういうことでもいいのかもしれないよね。まあ、それはさ、契約がいつ切れるかどうかわからないっていう不安定なことあるけれども、なんか今の世の中、なんか、大きな会社だからといって潰れないっていう保証ないし、中小企業にね、勤めていたとしても、例えば退職金制度がなかったりとかね、福利厚生がそんなに良くないとか、なんかこう、便宜上、名目上正社員だけど、実質あんまり、そのパートとかアルバイトと変わんないなみたいなところもいっぱいあるから、なんかその会社員とか守られてるっていうところだけがね、自分の人生の安泰ではないっていうところだよね。やっぱ自分が自分の長所を生かして自分が輝けることをお金にしていくっていうことの方が、実は自分にとってはすっごく大きなお守りというかね、強みになる可能性もあるから、そういうこともちょっと考えつつ、全然そういう気は全くないっていう人は、今後そういう契約ごととか書面とかそういうことをやるときには、ちゃんとしっかり調べて、自分にとって不利にならないようなことを気をつけてねっていう感じだよね。とにかくね、やっぱりね、このカードは別に悪い意味で言ってきているわけじゃなくって、あなたが、ここのコミュニケーションもそうなんだけどね、あなたが誠心誠意持って誠実に、ごめんね、話せない。誠実に、やっていけば、絶対にその、ことがね、自分に返ってくるから、これまで通り、やっぱり人にね、優しく、誠実な姿勢、を保っていってほしいなっていう、応援、エールでもあるのね。時にね、それでね、損するって思うこともあるかもしれない。なんか、ずるい人に騙されたとか、そのずるい人にね、いいとこ持ってかれたとか、なんかそういう考えに一瞬なるかもしれない。だけどそれっていうのは、相手がずるをして受け取ったものなんて一瞬だから。その人は自分のものにしたつもりであっても、でも一瞬なんだよね。だって本質とか、その根本的なものを取っていったわけじゃないから、応用が効かないんだよね。だから、時代が変わったりとか、対象が変わると全然それが通用しなくなるってこともいっぱいあるからね。だから、ズルをして取っていった人の、その人が得をしたっていうのはね、考えなくてもいいと思う。ズルして取っていったんだから、まあ、ズルした分のものしか得られないよねっていうところ。だから、あなたから取っていったかもしれないけれども、あなたはそれを、なんていうのかな。本体を取られたわけじゃないけどかな。その影というかね。表面上のものは取られたかもしれないけど、本体、本質を取られたわけじゃないから、あなたは全然損してないから、一瞬ね、損したと思うことがあったとしても、長い目で見たら損はしてないから、安心してほしいなって。だからこそ人には誠実に、今まで通り、向き合っていってほしいよっていうところ。だから、このね、さっきも言った、例えばね、契約ごととか相談ご、相続のこともそうなんだけど、あなたが誠実にしっかり向き合うことって、相手にとってもね、いいことなの。やっぱりね、相手がそこで、ズルをしたりとか、本来は得るもの
よりも大きく得ちゃうと、逆に相手がしっぺ返し食らうからね。なんかそれを阻止してあげるっていう意味でも、あなたがそこでいいストッパーになるっていうことはすごくいいことだから、邪魔してるわけじゃないんだよ。絶対に。逆にいいことしてあげてると思って、自信を持ってね。それが本当の誠実さなんだっていうことね。うん。こう甘やかしたりとか、許したりとか、優しくすることが時には相手をダメにすることもあるからこそ、自分がちゃんとするっていうことは相手に対して誠実でもあるっていう側面があるよっていうことね。と、うん、いうことで C のね選択肢を選んでくださった皆様のリーディングを終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。